iPhone 7のね、ジェットブラックをですね、予約の初日のね、10分くらいでね、済ませたんですけれども、ジェットブラックがね、本当にね、品薄らしくてね、なんか11月くらいになりそうって言われました。本当にね、今日ね、iPhone 7のね、動画出そうと思ってたんですけど、無理でした。ということで、今回はね、僕のね、特技を皆さんにご紹介していきたいと思います。僕の特技はですね、めちゃめちゃね、世界の人がね、言えるっていう、まあ、結構どうでもいい特技なんですけれども、これ多分ね、動画でやったことない特技なんですよ。なので今回ね、やろうと思いました。でね、これ覚えたのが、だいたい小3の頃ですかね。なんか、世界図鑑みたいなのがあって、こう、めちゃめちゃね、毎日読んでました。多分、世界の8割くらいはね、覚えてるんですよ。まあ、あとの2割は結構アフリカ地方なんですけれども。でもまあね、結構10年くらいはね、まだ記憶にね、多分残ってると思うので、世界首都クイズっていうね、アプリがね、存在するので、今回はね、そちらのアプリを使って、皆さんに僕がどれだけね、首都をね、覚えているかっていうのをね、見せたいと思います。で、そのアプリの中に、チャレンジメニューみたいなね、やつがね、あるんですよ。で、それを最後にやって、で、最後までね、クリアできなかったら、もう1問でもね、まあミスしたら、登録者がね、3万人に近いので、もうプレゼント企画します。よっ！これとはね、別にね、もしミスったら動画出そうと思います。ということで、視聴者の皆さんはね、ミスれみたいな感じで、思いながらね、見てほしいですね。ということで、早速今からやっていきたいと思います。では行こう！世界の、首都クイズ！ということで、スタートしていきましょう！僕ね、国旗はね、苦手なんすよね。じゃあまずね、簡単からやりたいと思います。で、最後はこのチャレンジ。じゃあ行きましょう、まず簡単。もうこんなのね、4択とかだったらもう余裕で僕ね、答えれますよ。カナダの首都はね、オタワですね。これバンクーバーではね、ありません、カナダは。結構これガチで作られてます。あ、これ時間あんの？ベトナムの首都はハノイですね。はい。パッパ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 答えていきましょう。アイルランドの首都はね、これね、ダブリンです。で、レイキャビクっていうのがアイスランドの首都ですね。何これ？このパワーアップはタイマーを一時停止して好きなだけ時間をかけて質問に回答できるようにできます。え、別にいらないよ。メキシコ合衆国、メキシコシティです。あ、危なかった。なんかジャマイカの首都はこれキングストン。これ簡単なの？結構やばくね？むずいじゃん。イタリアの首都はね、これローマですね。これは結構社会で出てくる感じの人ですね。グアテマラの人はね、グアテマラシティですね。え、これ簡単じゃない？簡単な問題でグアテマラ出てくる。え、これはなんだ？このパワーアップは命を失わずに現在の質問をスキップ。スキップはダメでしょ。もったいないよ。南アフリカ共和国の人、これね、ケープタウンとかね、有名なんですけれども、これはですね、プレトリアなんですよね。プレトリア。皆さんも一緒にね、勉強してください、これで。イギリスの首都、ロンドン。え、これ終わんないの永遠に。ドイツの首都、ベルリン。ベルリンの壁とかね、有名ですね。このパワーアップはランダムで間違った回答の一つを削除できます。こんな機能いらないんだって別に。クウェートの首都はね、これクウェートですね。はい。ロシア連邦の首都、モスクワ。これはね、有名ですね。次ね、ロシアでワールドカップとかあるんで。ベルギーの首都、これブリュッセルですね。ちょっとね、簡単はね、めちゃめちゃ簡単でしたね。ということで次難問一回だけやってみたいと思います。行きましょう。ウズベキスタンの首都はね、これ、タシケント。イエス！いやー、覚えてるわ、まだ。待て待て、ケイマン諸島の首都、キガリはね、違う、ギニアの首都だから、ジョージタウン、サントドミゴ、これジョージタウンじゃ、ジョージタウン。イエス！消去法で行けばね、行けるね。スロベニア共和国、ブラザ、サンヌアじゃない、サンヌアの首都はこれ、アピアだから、3個目？あかん、これむずいわ。知らない国だわ、これ全然。エストニアの首都、これわかります。これね。首都です。めっちゃむずい。ジンバブエの首都は、これハラレですね。これはわかりますね。モンゴルの首都、ウランバートル。イエス。セネガルの首都は、これでダカール。イエス。あ、でも、調子取り戻してきましたね。ネパールの首都、カトマンズ。イエス。フィジーの首都は、なんだこれは、アンタナナリボはマダガスカルで、多分ザクレブ。難問はむずいわ。結構難問むずい。で、最後ね、チャレンジあるんですけれども、これ多分ね、終わりがないのかな？あるのかな？わかんないんですけれども、これね、ベスト6とかね、書いてあるんですよ、難問ね。多分これ、
コアなのかな、よくわかんないんですけれども、とりあえずチャレンジでなんか3回ミスったらこれゲームオーバーなんで、15回で正解できればいいかなと思います。で、3回ミスれる、これに成功したら僕はプレゼント企画はやりません。で、ミスったらプレゼント企画、はい、運命を分けた試合いきましょう。チャレンジモードスタート、いくぜ。スバルの首都フナフティ、イエス。いや、分かる問題くればいいんだよ。ナイジェリアの首都、すいません、アブジャです。これスコア2。え、これ1回しか見つれんの。え、グレナダの首都とか何、アブジャコペンハーゲン、あ、これナッソーだ、あ、これナッソーだ、あ、これナッソーだ。近日プレゼント企画